何かいるぞ。見つけた。あっちから音がした。俺も行く。改められるまで待つか。ありがとうございます。だってんだよ。
用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らは秋人だ。侍じゃねえ。絹売りの荒太郎、覚えてるか。あいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。止めもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられた。中身が何かわからんだろう。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ。だけど今は我慢しなきゃな。叔父上の座敷に入り、文を残していかねば。その大野方、島を守るためよくぞ参られた。この敵は、我らが相対したどんな敵よりも手ごわい。奴らは我らが島の村々を焼き尽くす。こんな子供まで殺める。多様な教訓を許すわけにはいかない。将軍様の名のもとに裁きを出し、一人残らず地獄に落としてくれよ。数日のうちに我らは…いた。号令していらっしゃる。追い詰める。あやつの隠れ家を見つけ、焼き落とそう。日の元の国に挑んだ死ね物の行く末として、見せしめにしてやるのだ。そして誠の守護者を、あの日思い出す。美しい島に恐怖や毒をまき散らすスクロードではなく、我らのような勇猛で誇り高き武士である。これまで永久に死ぬ前に、では皆の生き駒であろう。だ、うん、